皆さんこんにちは、武田塾の高田です。川野です。今回のテーマは辛い時に見て受験の不安を克服する方法。前回は、高3の2学期マジで大事だよと、しっかり時間捻出して乗り越えようねって話をしてきました。諦めない人が勝つよって話をしましたが、そこで川野先生が、はい、諦めるのも大事なんだよという、そっからの流れになっております。はい、単純に志望校諦めろって話じゃないので、はい、ぜひね、志望校に受かりたい人こそ、うん、ここ見てほしい動画になります。最近受験生からよく相談されるんですけど、はい、メンタル的に辛くなってきたとか、不安が払拭できなくてなかなか勉強に手がつかなくなっちゃうっていう話を聞くんですね、うん、今はねまだそんなに不安がない受験生であっても、はいはいはい、これから先ね、なかなか過去問が解けなくて、はい、自分はダメなんじゃないかって思った時、はい、救う一つのきっかけになるかもしれないので、ぜひ心に留めておいてください。はい、今回紹介したい考え方、はい、それが定年になります。わしゃ、うん、退職金はもらえるんかの。それ定年退職じゃ。この定年ではない。違います。それの話を今受験生にしてどうするんですか。はい、今回の定年はこちら、諦める年、うん、そう、はい、これをね見て受験を諦めろって言うんじゃないんですよ、うん、辞書的な意味をお話しすると、はい、まあ諦めの気持ちっていう意味もあるんですけど、うん、はい、道理を悟る心とか、まあ、真理を定感する心っていう意味があるんですね、はいはい、ここでどういうふうにこれを捉えてほしいかっていうと、はい、今日1日ね、君が勉強をできる限りの時間やり尽くしたと、はい、今全力で本気で頑張っているんです。もうそれでダメだったらしょうがないなっていう諦めなんです。うん、まあ、その考え方めっちゃ重要かもしれないですね。やれることはもうこれ以上ないぞと、やりきったぞみたいな、そんな一日を毎日過ごしてほしい。時間が不安で手につかないんです。うんうん、そんな時どうすればいいですかって言われるんですね。うんうん、これはね厳しいんですけど、私こう言うんですよ、はい、勉強しろ。もう受験生の不安を拭う、はい、それはもう勉強しかないわけです。はい、そしてその日一日一日に全力を尽くしてほしい。うん、それがね次第と自信に変わっていって、うんうんうん、もうこれだけやってダメだったらしょうがない、そう思って受験に臨んでいけると思うんですね。不安は薄れていくかもしれないですね。はい、このね、はい、定年と、まあ、関連して私の好きな言葉一つあるんですけど、はいはい、これもねもしかしたらテストでなんか問われたらいいなと思って出すんですけど、はい、〇〇を尽くして天命を待つ。高田さんこれ分かります？難しいな。なんすかね、タイムオーバー。あ、タイムオーバー、ボケれなかった。はい、すいません。あ、ボケじゃないんですよ、答えを求めてたんですけど、はい、人事を尽くして天命を待つですね。はい、人事、人事ですね。はいはい、人ができることは全てもう最善を尽くして、うん、あとは天命を待つ。もうできるだけのことをしたら、もうあとはそれってもう天任せというか、うん、もうどうしようもないことですよね。うん、だからそこで悩んでもしょうがないと、うん、くよくよ悩むんだったら、まず自分ができることに全力を尽くす、あとはもうその結果を待つしかないんです。うん、受験生に意識してほしいのは、不安を解消するためにはまず自分ができること、それを全力でできているかな、ここをしっかり考えてほしいわけですね。僕自身も受験生の時持ってたマインドでした。こんだけやってダメだったらもうしゃあないなっていう、うん、でもそれぐらいは頑張ったぞっていう自分の中での自信はあったんで、うん、それ入試会場そういう気持ちでしたね。この考え方って本当受験だけに限らず、うんうん、まあ、例えばスポーツだったりとかね、うんうん、我々社会人になってもやっぱりそういう場面って本当に多いんですよね。はい、受験で絶対合格はないですもんね。不安にみんな思いすぎる必要はないよと、やれることとにかくやりきろうぜっていう、そう考えた気持ちは楽になるかもしれないです。確かに、そうですね、ここから残りの、まあ、受験までの数ヶ月間、うん、君だけじゃなくてこれね、受験生全員が同じような不安を持ってるんです。うんうん、それによってね、自分のネガティブになってしまうのか、それともこれだけやったんだっていうポジティブに変えていくか、それはこの動画を見て考え方を変えてくれるかどうかにかかってます。君がね、前向きに受験をここから頑張れることを願っています。頑張ってください。今回は以上です。高田先生、はい、武田塾の無料受験相談ってどんな話するんですか？受験生のみんなが抱えてる悩みを武田塾のスタッフが解決に導いていきます。今の勉強法のまずい部分だとか、それを無料で全部あなたに教えますよ。今から勉強を始めた高1高2生も、うん、焦ってる受験生も、うん、ぜひ来てほしいですね。詳細は概要欄をご覧ください。